こんなに優しいわけは何かを僕に隠してるから、それがなんだか知りたくないよ。揺れるまつげを見ないふりした、変わることが怖いと泣いて僕を困らせた夜もあった。今の君は変わらぬ僕に飽きてるみたい。ただまあ、結構なんかハプニング続きでマイクが出なくなって音が出なくなって、ああ、なんかアップ死んだでしょ。アップ死にました。無事になんか路上ライブやって無事に演奏できたの多分最初の5分ぐらいですね、マイクが。最近5分ぐらいでマイク音出ないみたいな。え、なぜ壊れちゃったんだろう。なんか修理とか出せば。いや、もう買います。あ、ダメ。もう大人なので、ちょっと大人付き合いさ、大人じゃないですけど、ちょっと。まあまあまあ、まあ、そうですね。まあね、ちょっと出してもみんながたくさんこの動画を見てくれれば、はい、あの、お菓子アップ買えるので、あ、そうね、ちょっとみんなもっと見てください。アップのためにぜひね、紹介するので皆さんお願いします。お願いしますよ、ほんとに。いや、もう最後にやっぱり9月13日の告知また改めて。そうですね、うん、9月13日に高田馬場のジェットロボットというところで、レコ発をやらせていただきます。星空スケッチのファーストシングルのリリースライブですね。そのプロモーションの一環で、まあ、路上ライブもやりながら都内を回っているので、そこで、まあ、チケットの購入とかフライヤーとかも配っているので、ぜひ見かけた際はお声掛けください。路上ライブの情報とかをツイッターに載ってるので、ぜひ遊びに来てください。ライブの詳細は概要欄をチェック、概要欄をチェック、ね、このポチッとしたところであるんで、たくさん見てくださーい。バイバーイ。黒髪。Scrubbox, do you like the sound of this?